こしようかな。こっちに行くか。こんにちは皆さん。はい、いかがでしょうか。音声聞こえてますでしょうか。こんにちは皆さん。よろしくお願いいたします。東京タワーより、今日もライブをお届けしております。多くの方にねお越しいただいてまして、東京タワーもかなりイベントがね、いよいよマンボウ明けで賑わってきておりまして、お越しいただいている皆様もかなりいらっしゃるっていうところで。ヒカルです。こんにちは。久しぶりに来ました。銀座でお会いした。はい、ありがとうございます。はい、皆さんいかがでしょうか。音声いけそうですか。はい。どうだろう。ちょっと音声大丈夫とかいただけると嬉しいかなと思っております。あ、龍之介さんこんにちは。音声大丈夫そうですか。ちょっと水色ライオンさんこんにちは。今日もこんにちは、ウルメさん。会場から、ライブ配信させていただいております。音声をちょっと確認中っていうところで。ごめんなさいね。あ、大丈夫、ありがとうございます。松川さんありがとうございます。あ、まみさんも音声ありがとうございます。今日も、タワーギャラリー、東京タワーの3階タワーギャラリーからねお届けしております。ありがとうございます。今日もね本当に、何度も申し上げます通り、こんにちは、相当な多くの方がご覧いただけておりましてね、はい、ちらっとっていうところで、いや本当にねこのギャラリー空間がねかなり潤沢にご用意いただいてて、写真もねゆったりご覧いただけるような環境というところで、久しぶりに、飲食店でも結構ね僕こう写真の展示とかしてたんですけども、久しぶりにこうきっちりとね写真をご覧いただく環境が整っているかなと思っている次第で嬉しいですね本当にね。もじゃもじゃさんこんにちは。冷凍みかんさんこんにちは。はい、っていう感じで、ちょっとで一段落してっていう感じで、本当多くの方にお越しいただきつつ、あ、来週お邪魔する予定、ありがとうございます。そう、来週で終わりか、いよいよもうあっという間とはいえ、あきらんさんこんにちは、奥野さんこんにちは。とはいえね、やっぱり3週間だっけな、1ヶ月はしてないけど、319から4月10日までなんで3週間、やっておりますからね。しのぶさん明日行きます。あ、お待ちしております、よろしくお願いいたします。で、明日はねもう先に告知しておきますと、また上、こちらね東京タワーの第一展望台から18時からライブ配信をね、この YouTube のライブ配信を行いますので、ぜひともね皆様、直接の観覧もね、展望台のチケット買っていただけたら、直接ご観覧いただくことも可能なんですよね。なのでぜひとも直接お越しいただいたり、普通にライブ配信で見ていただいたりとかね、先週はちょうどモロンモンさんと高澤圭介くんとね3人でお届けしたんですが、明日はね1人でやりますので、ゆっくりとね今回の写真展の、写真展のこの、使った機材、例えば今後ろに映ってる東京タワーは、どの機材でどう撮ったかとか、この東京のこのメインビジュアルの方とかね、ここですよ、これとかはどのカメラでどういう風に撮ったかとかお願いいたします。なので一人語りライブに明日はなる予定でございます。ぜひともそこをね楽しんでいただけたらと思いますし、久しぶりにこの機材もなるべくこの東京タワーの展望台に持ってきて、この機材で撮ったっていう、こう機材解説のような形もできたらいいかなと思ってますのでね、写真×カメラ機材っていうこの辺の機材語りっていうとか最近あんまりできてなかったので、写真作品系が多かったですよね。なのでそんな形でやっていこうかなと思っている次第です。なのでぜひとも、まあ質問ってわけじゃないですけども、機材のお悩み相談系のライブ配信とかにできてもいいかなとかって思ってたりしてて、なので、まあ、1時間程度、ありがとうございます。カタさん楽しみですっていうね、ありがとうございます。スカさんこんにちはっていうところで、機材関連は特に、まあ、キャノンユーザーの方だけなら今回の、写真展示って、キャノンでしょ、ソニー、ライカ、iPhone、 そして実言うとシグマも入ってるんですよね。僕が使いこなせませんでしたって動画では言っていた、
シグマの FPL っていう6000万画素のカメラがあるんですけれども、シグマ FPL の作品が実は、2点か3点ぐらい入っているような感じでして、意外と名作として残っているっていう次第なんですよね。なのでシグマも語ろうかなと。ただもうちょっと今手元にはね、シグマ FPL がないので、若干申し訳ございませんっていうところあるんですが、とはいえ作品として残っておりますし、写真集ゲイズのねボリューム1あたりには相当数が、シグマ FPL と、ライカのアポズミクロン M50mm、この辺がの組み合わせで撮った作品が相当数入っておりますから、ぜひともそこもね合わせて解説できたらいいのかなと思っている次第であります。はい、カタさんありがとうございます。ドーマさんこんにちは、お疲れ様です。スカさん、旅行の時ライカに三脚だと軽さ重視の三脚を選びますか、それともしっかりタイプ選びますかってことのご相談。そう、僕もね、まあ、M11 になってちょっとね最近思っているのが、 M11 6000万画素でアポズミクロン使って三脚使ってね、ちょっときっちりと撮り下ろすような風景写真とかも取り組んでみようかなと最近思い始めてるんですよ。じゃあそのライカに、ライカとアポズミクロンに、つけますと、そういった時ライカと M11 とアポズミクロンで 800g なんですけどね、でそこにつける三脚っていうか、そのやつける三脚ってなると、まあ、僕だったらもう今マンフロットの、トラベル三脚、トラベラー三脚だっけな、カーボンの1キロぐらいのやつ、これで十分かなって最近は思ってます。まあ、それぐらい、まあ、ミラーショックも小さいですし、まあ、M11 は比較的大きいけど、もしも M11P とかになるとなおのこと、シャッターの、ね、落ちる感じって、シャッターミラーショックみたいな相当ちっちゃいはずなので、ね、なので耐荷重4キロで1キロぐらいの、軽さの三脚、これを持っていくかなって思ってます。なのでまあこれからは旅、今日のサブチャンネルで旅に行くならこの機材っていうので、ライカの M11 とアポズミクロン 50mm、 もしくはまあ買えるのであれば、在庫があるのであれば 35mm もいいなって最近思ってて、そこにソニーの RX100M7 コンデジ組み合わせる、それで 24-200mm をフォローする、でそれで三脚ですよね。なんで三脚ももしかしたらもっとコンパクトな、今ここに実装のめちゃくちゃ小さいトラベラー三脚があるんですけど、そこでなんだっけ、スマホをくっつけてこうやって配信してるんですけど、これですらもありだよなみたいな感じもあったりしますよね。ごめんなさい。モラさんこんにちは。シンさんこんにちは。マジマさんこんにちは。モラさんこんにちは。カミコプさんこんにちは。キューサトさんこんにちは。カミコプさん、僕の動画見てシンクタンクの斜め掛けのカメラバッグ、エブリデイスリングかな、いいですよね。僕も未だにエブリデイスリング3リッター6リッター両方使ってますね。一番頻度が高いのはエブリデイスリングの3リッターかな、これが一番高い感じがしております。モリモリティップスさんこんにちは。そうなんですよね。なのでいよいよこう、今は僕のこういった世界観、こういう、まあ、写真展東京とかの世界観っていうのは、まあ、要はノイズとか解像度低下しようが何しようが、どんどん、カメラ写真をバンバン切っていくっていうスタイルでのストリートフォトグラフィーなんですけれども、なんかもうちょっとだけゆっくりとこうスローフォトというか、ゆっくりとしたこう写真との向き合い方みたいなのも、どっかしらのタイミングのゲイズボリューム5なのか6なのか7なのかちょっと分かんないんですけども、どっかのタイミングのゲイズではちょっとスローフォトグラフィーみたいな表現を徐々にしていこうかなと思ってまして、いい悪いは別としてね。なのできっちりと三脚で低ISO感度できっちりと止めるような写真っていうのをなんかライカでやってみたいなっていう、まあ軽いからっていうね。あ、ごめん、シンクタンクじゃなくてピークデザイン、そっか、ごめんなさい、
シンクタンクの斜め動画、シンクタンクの斜めばっか僕持ってないんですよね。なんで多分ピークデザインじゃないかな。うん、神コップさん、高橋さんこんにちは、よろしくお願いします。そうなんですよねっていう感じが今の一番やってみたいことかな。まあ4月、なぜかというと4月15日からね、また僕大阪の月一っていうね飲食店でスイーツプロデューサーの斉藤翼さんのお店なんですけれども、なんでそこで写真の展示をするんですよ。で、西田渡るコラボスイーツとかも出たりとか、あとはねお土産にどら焼きとか渡るくどら焼きとかもあったりするんですが、まあ明日明後日ぐらい週明けぐらいから告知を始めようとは思ってるんですけども、スイーツ飲食とお酒飲んだり、フードを食べながら僕の写真を見ることができるっていうのを大阪でやろうと思ってます。なのでこういったねがっつりとした写真をゆっくりとご覧いただくような環境が一つと、あとは本当にお酒とかフードとかゆっくりと座ってなんかまったりしながらみんなとお話しながらお友達とお話しながら僕の写真をご覧いただくようなっていうね、この二段構えで僕は今後写真っていうものにアプローチしていこうかなと思っていて、そっちのもう片方の部分ですねが4月15日から、大阪の四ツ橋にあります、月一っていうね飲食店で写真の展示をやりますので、ぜひともそちらでもね大阪の皆様、関西の皆様とねお会いできるのを非常に楽しみにしておりますので、基本的には週末土曜日日曜日とかにお伺いする予定、15日金曜日からなんで金曜日の夕方からいます。で土曜日15、16、17います。で29日の祝日と30日の3日土曜日で5月1日の日曜日で終わりなんですけど、そこにもね大阪伺いますので、まあ、そのあたりで日程で皆様もそれ以外でもね普通にお越しいただいて過ごせますから、まあ、直接会いに来ていただく方はその時期になるかなっていう感じではありますね。はい、真島さんありがとうございます。来阪楽しみですっていうふうにおっしゃっていただけてますね。そう、関西の皆様とやはりね最近の流行り病あったので関西の皆様とお会いできる機会がなかなかなかったのでね、やっとこさ皆様とお会いできる機会が来てるかなっていうふうに思ってまして、非常に楽しみにしております。大阪なんでそういったのもあってね、ちょっとライカで大阪の街とか通天閣とかちょっと撮りたいなと思ってて、なんですよね、なんか今東京タワーでこれ個展やってるじゃないですか。なんで僕いずれ、ちょっとふと思い立った企画が、広報の方とか許してくれたらなんですけども、次大阪でやるんだったら通天閣で個展やるの面白いかなとかって思ってたりしてて勝手なねイメージなんですけど、なんで通天閣のかちょっとねツイッターの方の DM には一応趣旨というか企画書を送ったんですけど、ちょっと見ていただけてないのか リマインドがないので、今度ちょっと広報に直接電話してみようかなっていう感じで思ってて、大阪行くのであれば直接通天閣とかもねちょっと打ち合わせがあったら顔合わせがあったら行ってもいいかなとか思ってるので、ちょっとキンキンに動こうかなと思っている次第ですね、なので東京タワーって結構ありますよね。東京タワーでしょ、通天閣、京都タワー、ランドマークタワーじゃないや、横浜もありますよね確かね。横浜もあるし神戸もあるでしょ、福岡もあるし名古屋もあるしっていうところで、なんかいろんなタワーでのなんか個展って結構面白いかな。福岡タワーね、そうなんですよ。とりあえずは4月の15日から、月一さんでねまずは、展示がありますから、そちらで皆様と、こういったギャラリー形式ではなくちょっと滞在時間長めでゆっくりできるので、ぜひとも皆さんもねお茶がてらとかちょっと一杯引っ掛けがてら僕の写真を見に来ていただくような、そういった立て付けのね写真展示やってみようかなと思ってます。純粋にあとコラボスイーツがいいっていう、熱いっていうね、すごい素敵なんですよね。僕のこのワタロックマークのこのワタロックマークが入ったどら焼きとかがねご提供お土産でお買い求めいただけたりしますので、何卒楽しみにしていただけたら嬉しいかなと思っている次第ですね。息子さんの今日ね、そう
今日届いたんですよ、うちのチビにねカメラ買ってあげて。今日じゃないです、明日出す、明日出すかな多分。今日はね何やつ、あ今日はねシャッタースピードのお話します、初心者動画。うん、リュウジエムさんありがとうございます、こんにちは。帰ったら東京届いてました、また土日どこかで行きますということで、ありがとうございます。ぜひお越しいただいて、サインさせてください、お待ちしてます。ブライアンさんこんにちは、昨日東京タワーにお邪魔しました、ブックと展示で見え方全然違いますよね、展示見るべきだと思いましたということで、ありがとうございます。やっぱりこう生の写真の破壊力ってやっぱりいいですよね、僕もそれすごく大事な文化、文化というかぜひご覧いただきたいのでね、写真展は常々やっていこうと思っていますね。うぬめさん関西嬉しいですってね、まじまさん通天閣、ブライアンさん福岡タワーね、ディープですよね通天閣ね。あトムさんありがとうございます、西さんの動画いつも見ておりますということでありがとうございます。そう EX さん、そううちのチビの動画はねある程度編集はしたんですけど、さっき収録して今日ね届いたばっかりで、後で多分ここの会場にも来てくれると思うんですけど、妻と息子と娘も来てくれるかな、その時に持ってきてくれるかな。イクシー買ったんですけれども、うん、ストラップがまだ届いてなくて、もしも届いてたらこうストラップに下げて持ってきてくれるはずなんですよね。多分何時ぐらい来るって言ったかな、4時過ぎには来るって言ってたような気がしてはいるんですけれども、楽しみ、なんか楽しそうに撮ってくれてましたよ、写真をパチパチって。まだどこでどうやるかっていうユーザーインターフェースがいかんせんまだ慣れてないようで、こう出てきたズームの繰り出したところレンズをついつい触ってしまうみたいなね、それで結構、うん、あこれダメだよとかって言ってまだわちゃわちゃしてました。はい、でも結構楽しい、親子開封動画っていうね初めての僕も試みして結構楽しかったですね、自分の息子と、開封動画を撮るっていうね、ちょっと面白かったです。マジョンさんは神戸ポートタワーは現在工事中で周りを囲まれてる、ああなるほど、通天閣ってどうなんだろうな、うん、まあそもそもこういった写真を展示スペースする場所があるかどうか問題はありますよね。うん、なのでそういうところから含めて果たして写真が飾ることができるのかっていうね、そういったのもちょっと聞いてみる必要がありますよね。ただまあ今回こういった形でね、東京タワーの個展もすごい大盛況で、本当に素敵な写真展を東京タワーさんのおかげで開催させていただきましたから、これが一つきっかけになってね、まあ、通天閣と言わずとも、まあ、札幌とかわかんないですけどいろんなところにタワーってあるのでね、できればいいかなっていうふうには思っております。なんか、うん、タワーツアーちょっとなんかマイブームというか企画したいなと思っている感じですね。はい、アイダイさんこんにちは、ケンタロウさん、うん、東京タワーの個展を見させていただいてファンになりました、あ嬉しいですね、すごい嬉しい、ありがとうございます。写真集東京も先週届いた、うん、あぜひぜひケンタロウさん来週サインもらいに行きますということでぜひお越しください。ですね、土曜日、うん、と4月の、3日でしょ、7たち9と10 9日土曜日は2時5時でいるで、日曜日はね、8時で終わりです。はい、そうですね、都鳥さん、東京行きたいな三岡さんっていうね、はい、ぜひぜひ、気候も良くなってきましたからね、暖かくなって、うん、機会があればぜひお越しいただけたらという、報道写真みたいな方向性、ルポルタージュですよね、うん、まだちょっと今僕の中でのライフスタイル、やっぱり家族もいる中で今そういうルポルタージュで徹底的に何か一つのものを追っかけるっていうところは難しいかなっていうところがありますのでね、こういったフラグメンスというか断片のような形で一つの物語を紡いでいくみたいな、そういったライフスタイルでの写真の制作っていうのが今の僕のスタイルに合ってるかなっていう感じはありますね。はい、肥後橋のキャノン大阪でお願いしますっていうね、もうすでにね1年半前にキャノンギャラリーではやってるんですよね、中之島で。なので、今レギュレーション的にできないんですよ僕、あのキャノンギャラリーってあの丸2年経たないと次またキャノンギャラリーでできないっていうルールがありまして、なのでね、あの無理ですね、なのであのやりたくてもできない、そんな感じになってます。はい、でカラーオブ東京という個展を、2020年に開催しているので、なので必然的にねキャノンギャラリーでは不可っていう感じですね。まあ
ね、もしもできるのであれば品川のキャノンギャラリーの S ギャラリー S とかでねできたりするとまた素晴らしいとは思うんですけれども、まあなかなかというかね、またそれぞれありますからね。はい、順番待ちですよ、ギャラリー S。 なのでこうやってご覧いただいている皆様がぜひギャラリー S で西田渉の個展が見たいっていうお声をね多くキャノンの方に上げていただいて、そして晴れて皆様のおかげで、ギャラリー S でね写真展示ができるみたいな、そういった流れになると美しいかなというふうには思っております。はい、太陽の塔もあるんですね。太陽の塔も写真展示が、エリカ菅原さん、太陽の塔も写真中に写真展示できるのかな、いいですね。岡本太郎さんの、建築物との中で写真展ができるとか粋ですね。あ、それもいい情報聞いた。ちょっと調べてみます。太陽の塔で、太陽の塔だったら確かに中身なんか写真展示ありそうですもんね。確かに。トムさん、5歳の息子さんがいるので親子の開封動画楽しみにしていますということでね。はい、そうですね、ぜひとも。なんか新鮮でした、僕も。まあ一人開封動画っていうのはねいつものようにやってはいるんですけれども、なかなか親子で開封動画っていうのもできないですし、これからもしもなんかうちの息子とかが仮に写真楽しいって言ってくれるようになれば、一緒に写真撮りに行っている流れでね、皆様にもこう親子コラボみたいな、親子撮影、親子撮影の模様とかも、ね、何かこう皆様にお届けできたらちょっと面白いかなと。ただまあそこは子供のね、息子のなんか気持ちを最優先にしてっていうところがありますから、そこはさすがに最優先にしつつやろうかなと思っておりますけれどもね。はい、そんな感じでございます。はいですね。京セラ美術館、京セラ美術館なんか大きそうですね。美術館とかでもね本当にそのクラスでできるようになれば本当一発ですよね、本当に。でもまあある意味ねゴールとかやっぱり東京都写真美術館とかも一つのね大きな目標には掲げたいところありますが、ただ純粋にどこそこの箱とかで、箱っていうのはね、まあ、あくまでもこの今回東京タワーでやったからタワーの並びでどんどんやっていくっていうのは面白いなと思って企画した次第なんですよね。写真展示はあくまでも地元のタワー、そして、展示する写真はその地元の写真、写真展だったらタイトルだったら大阪とかね、通天閣でやるんだったら今は東京タワーで写真展やって東京じゃないですか。だから大阪で仮に写真展やるんだったら通天閣でやってタイトルは大阪とか、京都タワーでもしも写真展やらせてもらえるんだったら京都とか、なんかこういった感じでつつ裏裏っていうかねできていったら一つ面白いのかなとか、まあ別にタワーに確かにこだわる必要はないはないかなとは思っているんですけれども、うんね、鹿児島もね、まあ僕はもともと地元なので基本的にはね、5月にはちょっと自分の実家にも帰らなければいけない用事的なものがあるので、5月に1回鹿児島行って、まあ、ちょっと長期滞在ではできないかもですが、ちょっと鹿児島を取り下ろそうかなというふうには思ったりもしてます。だからそこもね僕が取り下ろした鹿児島っていうのも、楽しみにしていただけたら嬉しいかなと思いますね。まあ元々、まあ、鹿児島の市内でまあそれこそ18まで育ってきましたからね、何かこう自分の中でのノスタルジーだったり、うん、まあ、あとはキャノンのフォトサークル誌とかではね以前 EOS RP をお借りして鹿児島の街を撮り下ろした作品とかもご提供したりはしていたんですけどもね、いつだったかな、フォトサークル誌の何年前かな、2年3年ぐらい前のフォトサークル誌で写真をねご提供してましたね。まあちょっとこうカラーオブシリーズのようなこういった世界観で鹿児島の街を撮り下ろして、うちの息子が生まれてたからでも3年ぐらい前か、 YouTube 始めるちょっと前なんですけどね。ただまた違うステージで違う場所に行けば面白い写真が撮れるかなと思ってますので、ぜひともねトライしてみようかなと思ってますっていう感じですかね。まあいずれにせよ明日、18時、明日の夜6時からこの上のね東京タワーの、展望台の、クラブ333というところで一人配信ではありますけれども、展望台からライブ配信しようと思いますので観覧もできます。展望台のチケット買っていただいて
上来ていただければね、観覧もできますので、ぜひともお時間が許す限り、ご覧いただければと思っておりますのでね、ぜひ生でもオンでもオフでもね、ご参加いただけたら嬉しく思っておりますので、よろしくお願いいたします。明日はちょっと機材持ってこれるだけ持ってきて、機材解説もできればなと思っております。写真とカメラ、ここの掛け算で、ライブ配信お届けしようと思っておりますので、ぜひともね、皆様明日はご覧いただけたら嬉しく思っております。あ、ブライアンさん昨日行ってしまったっていうね、明日もぜひお越しくださいつって、はい、ありがとうございます。皆さん急遽のねライブ配信にもかかわらず多くの方にお時間いただきましてありがとうございます。っていうところでね、明日18時から東京タワー展望台クラブ333333よりライブ配信を行いますので、何卒そちらも合わせてご覧いただけたらと思っております。それでは失礼いたします。西田渉でした。ぜひね写真展東京にもお越しください。お待ちしております。それではどうも。